実は買い戻ししたりして、してないから、あの、で僕はね、その煽ったり調子こくこともある、調子こえたりすることもあるけど、嘘とかそういう卑怯な手はね、卑怯な手は使ったりしない。汚い手しか使えない。お前はもうパワー負けしている。一回売却はしましたからね。さて買い戻しだ。 100% 買い戻しするな。売却買い戻ししないとは言っていない。おじチャンネル、なんかどうやら買い戻しするみたいな絵手が結局ね、まあ罰というかね、戦えなかった、結果的に戦えなかったってことでね、あのガンダムを売却した件について、どうやらみんなはなんか絵手が買い戻しするみたいなこと言うとりますが、あの決してね、そんな卑怯な手は使いませんので、あのちゃんとあの売却してるんで、はい、あれ、ま、あれデッキとかね全然見せるし、アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。前回、説明し忘れていた、ものが一つありますので、先に、ご説明させていただきます。万が一ね、あのやられてしまって、あの売却することになったガンダムに関してのお話です。一応救済処置ってのをね、あの設けておりました。これは本当前回説明するべきだったんですが、ちょっと言うの忘れてたのでね、ちょっと説明させてください。1機で20分戦い抜いた場合、墓地にあるガンダムをデッキに戻しシャッフルすることができる。はい、こういうことです。よろしくお願いします。まあね、前回はもうたまたま事故でやられてしまった、まああるよね、ガンオンあるあるの一つ、たまたまやられてしまった、絶対狙って切ってないような、あの格闘に当たってしまうっていうことはね、まあガンオンでは、まあ、多々あること、まあ相手の注意が少し足りなかった、そこをねちょっと、忘れがちでしたね。今回からはそこも気をつけてね、やろうと思います。で、今回のね、今回のガンダムの、ご紹介をします。こちら今回は、こちらで、出撃しようと思います。まあ、前回の反省点をね、いろいろ活かし、武装、並びにモジュールを変更いたしました。まあ、前回はちょっと格闘を持たしてしまったことによって、エテの闘争本能が、目まぐるしく活性化して、ついつい突っ込んでしまう形になりましたが、だからといってね、今回ビームサーベル、抜こうかと思いましたが、やはりね、長期的な長い戦いになりますのでね、ビームサーベルってのはどうしても外せない、この武器だけは外せない。ただ、前回と違うのは、ちゃんととどまることを、します。あのむやみにね突っ込んでいったりはね絶対にしませんので。で、こちらビームライフルもね、少し変えてます。本来なら、ここは FA、 いつもだったらね FA を持たしているんですが、今回は FAM、通称ファムですね。ビームライフルファム、そして格闘プログラム、あとは、クレイバズーカ F 型で、特性はコンバットカスタムになっております。
だからね、まあ武器、このね格闘プログラムを使う場合っていうのは基本的にはもう弾がなくなって、もう最悪の状況の時、もう何もないよっていう時、何もないよっていう時、もう最悪この格闘プログラム、コンバットカスタムの特性が乗ってね、まあなんとかなんとかね、なんとかなるっていう保険のサーベルなので、そこのところ、ご理解いただければ幸いです。はい、ではね、いろいろ説明が長くなりましたが、今回も、ガンダム1機で、戦闘原作通り20分戦い抜いてみたをやっていこうと思います。いきまーす。はい、生存確認、ただいま生存確認中、生存確認。一応ね、これ6月28日の、12時まで、保管されているので、それを超えてしまうとね、除外っていう形になるので、それまでになんとかね20分戦い抜いて、このガンダムをデッキに戻してシャッフルしたいと思います。親父が熱中するわけだ。配信中のマップ、ニューヨーク、発脚基地、トリントン、トンペット、タクマラカン遺跡、あ、バワク内部、トリントン湾岸基地、ヘクトシです。できればね、僕の得意なね、僕の得意なコンペットがいいね、コンペットが一番この中だったら得意だな。間違いなく800ポイント、無傷800ポイントいけるわ。コンペートだったらいける。てかトリントン湾岸基地だけはちょっとね、前回嫌な思い出があるんでね、できれば回避したい戦場ですね。あとタクマラカン遺跡ね、ここ狭すぎな、ここな、コンペートか、はい、配当機種がいいな。長くね、ちょっともう喋ることねえよ、もうおしゃべりするおしゃべりはもうないよ、もうマジフィンファンネル。あ、これちょっと流行らせようと思ってるんで、よろしくお願いします。マジフィンファンネルっていうのちょっと流行らせようとしてるんで、みんな使おうね。マジフィンファンネルだわ。これ万能だから、なんか言われたらね、例えばネズミ失敗してんじゃねえよカスとか、マジフィンファンネル解決。これでもうほんと元本用語にしていこうね。これマジフィンファンネルね、 AXAX でいこう。マジフィンファンネル、これで完璧。101000100003X マジフィンファンネル。参戦ボタンを押してください。いきましょう。待ったわ。待った。無駄になんか喋ってたわ。マジフィンファンネルだったわ。カットしてなかったらね、カットしてなかったらちゃんと伝わってると思います。よろしくお願いします。みんな使っていいからね、これ。マジフィンファンネルってやつ。ほんと。これ言ったらもう大爆笑間違いなしだから。大草原不可避。うーわー、これまたじゃん、ここマジで。まあ、前回と違う点を説明するのならば、マカフィが動いていないということ、それはね、非常に大きい違いです。マカフィが動いているのと動いていないのでは本当全然違うんで、今回それをやっと証明できる。カチッって言ったけど、たまに言うんだよね、これ乗っ取られてんじゃないか、俺のパソコン。だからね、今回前回の動画と、見比べて検証もできるね、これで。いかにマカフィがね、得手の重しになっていたかっていうのをね、ぜひともご理解いただきたい。だからいつも得手はマカフィに邪魔され続けた結果、こういうね、戦績になっているわけで、実際マカフィがない場合、これ逆転してるかそれ以上だから、多分マカフィじゃない場合は撃破数2万8000。で、非撃破数4600だね。マカフィじゃない場合はね。
今回はそれを証明できればいいな。ちなみにね、この、1期で、20分シリーズはね、召喚に戻るまでね、続けようと思ってますので、エテが召喚になるのが先か、機体が全部なくなるのが先かね。まあ、まあ、あっという間にね、召喚には戻ってると思うんで。はい。では、作戦は昨日と同じです。この時を待っていた。昨日と同じ。突は絶対する。あ、それでね、ちゃんとこれ、昨日マカフィーのせいでここも使えてなかったから。それもちゃんとしたし、あのブーストユニットも全部つけたんで、ブーストユニット、あのこれブーストユニット全部つけたんで、これはもう万全を期しましたね。もうこれ以上ない仕上がり。何より今日は体調がいい。 B で数字踏んで上の拠点行きます。エテボンゲリハプティズ行きます。まず、ジオには気をつけるんだよ。ジオが来たとしても絶対に挑発に乗るなよ、絶対。踏みました。ああ、もうジオ、違う味方だった。よし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 。よし。あ、ちょ、マップ見てる前方に、あ、やめてほしい、バカ野郎、沈まれ、サーベル持つ。さ、ちげえってさ、勝ってねえってサーベル持とうとしてしまう、これ。一回ちょっとマウス置くわ。ちょっとこれダメだ。あの、ダーッシュ！うわぁ！ちょっと待って！やったね。ちょっと今のでね、もう格闘、格闘の呪縛から解放された。もうここからはエテのターンだ。ここからはエテのターン。ファムの実力見せろ。おい、ファム距離を保って。ファムは射程距離が長いから。よしよし、シャムおい、どうする、修理行くか、修理行った方がいいか。これ線半分いったな。いや、まだいける。今日はすこぶる体調がいいわ。左も気をつけ。ふむ、こういうのもちゃんと参加しつつね、ちゃんとこういうとこ後ろでね、いもってるようじゃまだまだ二流。リロードしっかりし、下におる。あー、ダメだ、あかんで。ふま、しれイカ落ち着こうか。イカ落ち着くわ。ちょっとイカ落ち着くわ。とりあえず選挙確認して今。上踏んでます。4鳥、ここは一旦4鳥に回った方が良いな。うん。上は結構安定してるんでね。エテがいなくても、なんとか、持ってくれるでしょう。慎重に行けよ。どこから現れるかわからんからな。マップもちゃんと、だからこれ一気にすることによって、その機体をめちゃくちゃ大切に使おうっていう、その気概っていうの、なんちゅうのこれ。帰りますね。で、周りがよく見えるようになるっていう、その副産物がものすごいニュータイプとして、なんか隠ししそうだ。
覚醒するわこれ。だいぶガンダム、ガンダムの力を、ちょっと身の巻かれた場合はどうしよう。怖いな。とりあえず身のマップ出る範囲まで出るよ。4鳥、エースが4番に派遣されてるんで、エースがそう簡単にやられないようにしっかり援護しつつ敵を潰していきましょう。ファムはね、ある程度の距離から撃っても届くんで、これロックオンと射程をめちゃくちゃ上げてるんでね。後ろから来てるよ。おらぁ、おらぁ、ちょっと帰るわ、ちょっと帰るわ、ごめん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 、ごめんって。あー、調子乗ったわ、今完全に調子乗った。もう次から格闘を持たす、次から格闘はちょっとやめるわ、持たせんのやめるわ。ちょっとやっぱね、やっぱどっちかっていうと格闘タイプじゃん。魔法タイプか格闘タイプで言ったらやっぱ格闘タイプやから。おりゃー、あー、ちょっとごめん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 、するだけだわこれ。あと突したらマジでこれサイクルヒット、これ今日サイクルヒットだわ。はい、ロックオンされてるよ、ロックオンされてるよ。あ、マップちゃんと見てね。全方向敵多数。これむやみに上飛び上がったら死ぬよ。これ右左もあんま出ない方がいいよ、気をつけて。味方がいっぱい来るまでこういう時は待つのが大事ね。そう、ぴょんぴょんぴょん出てきた場合は迎え撃つ、出てきた場合はね迎え撃つ。しかしそれ以外は味方がいっぱい集まるまでは極力出ないこと、それが基本ガンオンのね。プロだわ、めっちゃプロ。逃がすな、シュナイド。あれ追いかけたら、あれ普通に、エテが今普通にやってたらもう確実に追いかけてるからね。今の1機しかいなくて、なおかつ売却しなきゃいけないっていうね、その重しがあるからこそ今の追いかけなかった。はいはい、うらぁ、ちゃんと帰ってくる分のブーストも今考えてたから、ちゃんと今考えてないようで見えて考えてる格闘だったから今のは。ちょっと待って、ああちょっとだ。ファンネルには気をつけようね。ファンネルは本当ロックオンされてあれが出たらできるだけ動いた方がいいからね。なんとめっちゃ調子いいじゃん。であればできんじゃん。あれはダメだな、あいつに手出してたら本当にぶっ殺されるわ。ロックオン、どっから、なにこれ、めっちゃ、いや本当さすが元召喚って感じの立ち回りしてるでしょ。これやろ、これやろ、かかと落とし、白液砲。ちょっとやっぱ下が激しいな、ちょっと上ちょっとこれ助けに行ってあげないと。ちょっとあれだな、エテ不足がちょっと、エテ不足が原因でちょっと赤に押し込まれてる。これほっといたらそのあれ持ってこられちゃうんで、補給艦持ってこられて突する機会を与えてしまうんで、これ出ちゃいけない。じゃあ、挑発に乗るな、ぶっ殺す。いった、味方、ちょ、ダメ、帰ろ、
ね、帰ろうね、こういう時はね。ちょっと、見てや。百式ツインエー。格闘移動もできちゃう。まさに理想の機体。これ B 殴られてんな、これ。これ絶対榴弾かなんかでやられてんだろ、これ。グレポイか榴弾かで、これ思いっきり殴られてるわ。こういう時はね、ゆっくり空見上げればね。ああ、来てる来てる。はい。はい。あいつ殺しに行きます。そういうとこはちゃんとやるから、あえて。けど、死にに行くわけじゃないな。からね。あ、拠点突を止めなきゃいけないから。おりゃー帰ろう。あー、来た、ダメ、やばい、これは死んだ。あー、ちょっとチケ改造してアントニーだ、こいつも。エテのメインウェポンなのにな。